若きも男も女も心の寂しい人ばかり、そんな皆さんの心の隙間をお埋めいたします。いえ、お金は一銭もいただきません。お客様が満足されたらそれが何よりの報酬でございます。さて今日のお客様は。おお、リーチ。ほう、リーチね。いいのか、青菜、またでかいの振り込んでも知らねえぞ。こりゃ通るな。それじゃあ俺もリーチだ。キューちゃんのリーチはでかそうだな。降りた降りた。その方が利口だな。おい青菜、お前きっと一発で俺の当たり牌を持ってくるぞ。冗談じゃないよ。お宅の番だぜ。本当に一発で振り込むかも。おい早くしろよ。いくら考えたって無駄なんだから、どーっと言ってみろ。当たりませんように、当たりませんように。面単品一発三式、ドラドラバンバンバイバンだ。ちょっと心臓が。しっかりしろ。しばらくじっとしてれば治る。ギュウちゃん、お宅のドーンが心臓にショックだったんじゃないの。なんで倍満の一発や二発ぐらい振り込んだからってよ。青な、代わり連れてくるからお前もうやめた方がいいぞ。それじゃ悪いけど。帰って寝ろ。おっと、その前に負けた分は払っとけよ。そうか。今持ち合わせがないんだ。明日必ず会社で払えよ。まったく青菜って勝負ないよな。負けると分かってるやつを誘うなんて酷だぜ。あいつは気が弱いから龍ちゃんに誘われると断りきれないんだよな。なんていうかよ、あいつのしょぼくれた顔見てるとな、ついいびりたくなってくるんだよ。だってオタクと会うのは小学校からの幼馴染なんだろ。ああ、不思議な縁があってな、今の会社まで一緒になっちまったんだよ。小学校の頃から俺はガキ大将で、いつもあいつを泣かせてた。いじめるとあいつは抵抗しないで、恨みがましい目つきするだけだって。その目つきを見るとお前またいじめたくなってさ。ほらおたくらだって覚えがあるだろ、無抵抗なやつや弱いやつを見ると徹底的にいじめてみたくなる気持ちがさ。毎月コツコツ貯めてもいつも負けた分の支払いで使ってしまう。牛川、あいつが強引に誘わなければ。牛川め、お前なんかこうしてやる、こうしてやる。痛いか。痛え。やっぱり俺あいつにはかなわない。こんばんは。誰だ。どうもすみません、ノックしても返事がなかったもんですから。私セールスマンです。セールスマン、こんな夜中に何を売りに来たんです。それはゆっくりご説明いたしましょう。ちょっとあなた待ってください。勝手に上がり込んで非常識じゃないですか。まあまあ青菜さん落ち着いてください。どうして僕の名前を。何、表札を見たんです。それより私の話を聞いてください。そうしないとあなた大変な損をすることになりますよ。申し遅れました、私こういうもんです。心の隙間。生命保険の勧誘ですか。いいえ。じゃあ自動車のセールス。いいえ。
じゃあ英会話、宗教、スポーツクラブ、とにかく何を売りに来たのか知らないけど僕は買いませんよ。何しろ今さっき大変な無駄遣いをしたばっかりなんだ。私の取り扱う品物は心、ボランティアであなたの心の隙間を埋めて差し上げたいのですよ。あなたの心は隙間だらけですからね。僕に心の隙間なんてありませんよ。いいえ、あなたの心は弱い。だから腹が立ってもまともに怒ることもできない。やりたいことがあっても勇気と意志と体力が伴わない。私はそんなあなたを勇気づけ強い男に仕立てなければならない義務と責任があるのです。よ、余計なお世話だ。あなたは私のお客に選ばれたことを幸運に思わなければいけませんよ。わかったよ。わかったから、その指を刺すのはやめてくれ。これどうも。それではあなたにいいものをプレゼントいたしましょう。なんです？その人形は。わかった。あなたは手のいい押し売りだな。安物の人形を僕に高く売りつけようって言うんでしょう。プレゼントだと言ったでしょう。お代はいただきません。ちょっとこの写真をお借りしますよ。あ、いや、この写真ずいぶん傷がついてますね。それよりどうするんですか、その写真。この写真をこの人形に巻きつけるのです。なんです、それは。黒猫の足です。こういった儀式にはもっともらしいアクセサリーが必要なんですよ。さあ、これで準備が整いました。あとは銀の針。今何か悲鳴のようなものが聞こえませんでしたか？よー、オーナー、心臓は大丈夫か？ああ。おい、銀行は行ってきたか？うん。よっしゃ。その手。ああ、これか。夕べの麻雀の最中に虫に刺されたんだ。青菜、あそこでやめててよかったぜ。あれから牛ちゃんバカ好き。虫に刺されてくれ、なんでもないよね。昼飯を掘ってやるから来いよ。いいよ。掘ってやるって言ってんだぜ。焼肉。ここのは安くてうまいんだよ。僕、やっぱりやめとくよ。そっか。青な、肉ダメだったな。ベジタリアンか。いいから来いよ。肉臭い。お前、野菜ばっかり食ってるから振り込むんだぞ。何しますか？ギャー！タン、レバー、ハツ、ミノ、4人前だ。はい。ちょっと待って。何か肉気のないものください。どうしたの、トンちゃん。このお客さん、肉が嫌だって。それじゃあお客さん、クッパがいいわね。野菜スープにご飯が入っているだけだから。よっちゃん、ずいぶん親切じゃないかよ。あら、私もあんまりお肉好きじゃないからよ。おい、青な、お前もモテることあるんだな。お待ちどうさま。はい。青菜、どうしたんだよ。肉はな、生で食うのが一番うまいんだ。牛ちゃん、網の上にも乗せろよ。こんな甘いもん食ってくれないのかね。よ、これなら食べられるでしょ。ありがとう。
肉も食ってみろよ。ほれほれグッドだ。ほら、ね、貴様やったな。やめて、嫌がる人に無理やり食べさせるなんてひどい。食べ物を無理強いする人なんて最低よ。それじゃあクッパがいいわね。私もあんまりお肉好きじゃないからよ。食べ物を無理強いするなんて最低よ。私もあんまりお肉好きじゃないからよ。肉食えよ。肉食えよ。よし。ね、あなたいつの間に。私はあなたの影のようなもんですから、いつでも近くにいるのです。僕はただちょっと冗談に針を刺してみただけです。弁解はいりませんよ。あなたは今自分の意思で針を牛川人形に刺した。あなたは初めて自分の怒りを具体的に表明したのです。大変な進歩ですよ。人間の社会というのは強者と弱者、加害者と被害者から成り立っているのです。現代の適者生存の社会では、加害者は成功者と言われ、被害者は敗残者と言われます。あなたは今日まで被害者として生きてきました。しかしその針を人形の足に刺した瞬間から、あなたは加害者の側に入れたのです。さあ自信を持って、今こそあなたは強い男になるのですよ。はあ、そうさ、今日はお土産持ってきましたよ。これです。焼肉結構です。僕は肉を見ただけで気持ち悪くなるんです。何を子供みたいなこと言ってんですか。肉食が闘争心と活力をつけ、強い男を作るのです。そんなこと言われたって。昔ある大陸の奥地では、勇士が死ぬとその勇士の力を自分のものにするため、その肉を食べる原住民さえいたそうですよ。わかった、あなたは輸入肉のセールスマンだな。なんだかんだと言っても僕に肉を食わせ、肉の消費量を少しでも伸ばそうとしてるんだ。バカバカしい、ボランティアだって言ったでしょ。お代は一銭もいただきませんよ。いくらただでも、いや、お金をもらったって肉なんか食いたくないよ。とにかく一口食べてみてください。この肉は普通の肉じゃないのです。めったに手に入らない特別の肉なんですから。ほら、全然生臭くないでしょ。それどころか香ばしく食欲をそそる匂いがするでしょう。本当だ、うまそうな匂い。それじゃあ一口だけなら。うまい。
議だ。だけどうまい。それはよかった。そう言ってもらえれば私も満足です。知らなかった、知らなかった。肉ってこんなにうまいものだったのか。よし。なんだ、今日はバカに元気がいいな。その足は。ああ、昨日の晩な、飲んでて駅の階段を踏み外してな、捻挫したらしいんだ。ああ、おい、どうしたんだ。恐ろしい、なんて恐ろしいんだ。あの人形は呪いの人形だったんだ。捨てなくちゃ、捨てなくちゃ。あら、いらっしゃい。あ、今日もクッパでいいの？うん。あ、でも最近肉も食べられるようになってきたんだ。え、本当？今日も少し食べてみようかな。すごい。じゃあ私が食べやすそうなお肉料理選んであげるわ。ありがとう。おやすくれな、俺らに黙ってよ。よっちゃんはな、馴染みの俺たちにだってそんなに優しく話しかけてくれたことなんかないんだぞ。あら、そんなことないと思うけど。へえ、しかしこうして見るとよっちゃんと会うのはなかなかお似合いだな。そんな、よしこさんに悪いよ。あら、私は嬉しいわよ。え？ごゆっくりどうぞ。やっぱりモグロさんからもらった肉以外はダメだ。おい、青な、こりゃ本当にいい線いくかもしれないぞ。え？何のこと？よっちゃんだよ、よっちゃん。鈍いやつだな、お前。よっちゃんはお前に気があるんだよ。お前が誘ってくれるのを待ってるんだよ。それほっとくのか？それでも男かよ。でも俺やっぱり肉食べられないし。じゃあよっちゃんは俺が口説いてもいいんだな。そんな。青な、お前のことを思い焦がれているよっちゃんの気持ちも考えてやれよ。青菜のやつ、昨日の話を真に受けてよっちゃんのところへ行くぞ。俺たちも行こうぜ。牛川って結構いいやつじゃないか。呪ったりしてなんか悪いことしたな。またよっちゃんに会いに来たのか。いや、あいにくだったな。よっちゃんは今日は休みだぞ。え、それにな、気の毒だが、あの子にはちゃんと彼氏がいるんだぜ。そうだぞ、よっちゃんは今日彼氏とデートだぞ。ちゃんと親切にしてもらっただけでもうその気になりやがって。よっちゃんの方じゃお前のことなんかすっかり忘れてデートしてるさ。とんだお笑い癖だよ。あもう、やあ、俺照れるぞ。青菜さん、これいらないならもらっちゃいますよ。泣いてるんですか？あ、モグロさん。情けない顔ですな。僕はどうしようもないダメな男なんだ。結局牛川にはかなわない。あなた、やられっぱなしじゃダメですよ。さあ、この肉を食べて強くなりましょう。いいんです、僕はもう。
あなたは強くなれるのです。ダメですよ、僕なんか。大丈夫、あなたは強くなるべきなのです。あなたは強くならねばなりません。さんからもらった特別な肉は最高だな。青菜さん、とっても強くなってよかったですな。でも強くなった青菜さんもいつかは弱いものに負ける。これが世の習いというものですね。おー